ド17、ド17は第二次世界大戦中にドイツ等で運用された総発爆撃機であるドルニエ社で開発された。もともとは高速郵便輸送機との名目で開発された経緯があり、スマートな機種と細い胴体から空飛ぶ鉛筆、フリージェンダーブライスティフトの異名を取った。高速で敵戦闘機を振り切ることを主眼とし、 空力を重視したデザインがされていた。異名が示すように、横断面が小さく、ほっそりとした胴体が外見上の大きな特徴である。主翼は剣翼式で、やや円形の低ーパー翼となっている。尾翼は装備翼の形をとった。初期の実験機では、機種が直線状になっていたが、実戦参加機の E 型からガラスで成形された、半球状とな、S。 夕方から機種が上下に大きくせり出した形状となった。低空性能が良く、頑丈だったため重宝されたものの、肝心の高速性能に関しては敵機を振り切るほどのものは得られなかった。細い胴体は拡張性がなかったため、爆弾の搭載量を増やすことは愚か、防御火器の増設もままならず、泥縄のように改良が行われた。バトルオブ。 ブリテンの頃には旧式化しており1940年で生産は停止され、その後は土17をもとに設計された新機種土217に移行していったが、残存機は東部戦線で夜間爆撃任務に就くなど、ドイツ降伏まで戦い続け、その後もしばらくは各国で使用されていた。V1V3 型は再軍備宣言以前であったため、商用として試作された。 高速郵便旅客型試作機である。単尾翼で直線の機種が特徴。高速性能を重視したものの、居住性が悪く正式採用には至らなかった。ドイツではこの機体がドイツ空軍の目に留まり軍用機として開発されたことになっている。V4 型からは爆撃機としての試作機となり、装備翼に変更され、胴部に爆弾層が設置されている。 防御火器やエンジン、機種形状など様々な用途研究のために試作機が作られている。ダイムラーベンツ社の DB600 エンジン、千馬力を搭載して試作されたが、DB600 エンジンが戦闘機に優先して回されたため、BMW6 エンジンに変更された。E-1 型は 500kg の爆走が可能な爆撃機型で、 世界マイナス1型は燃料を増設し、偵察用カメラを搭載した写真偵察機となっており、スペイン内戦で実戦参加している。ユーゴスラビアに輸出されたタイプ。1937年にスイスのチューリッヒで開催されたエアレースにおいてデモンストレーションを行った土17メガボルト、後の M 型とは別系統の試作機を見たりず、ユーゴスラビア空軍の発注で開発された。 34機がドイツで作られ33機がユーゴスラビアで生産されている。初期の試作機に近い直線型の機種が特徴で、ノームローン 14N エンジンに換装され、武装としてヒスパの 20mm 機関砲を搭載していた。数軸軍がユーゴスラビアに侵攻した際はこれを攻撃するために出動し、数軸国の地上軍は、 遊軍機として見慣れた機体に攻撃されるという陳事も起こった。1938年から生産された機種で、ブラモ 323A-1 ファフニールエンジン900馬力を動力とし爆弾搭載量を 1000kg に増大させた爆撃機型が M 型。燃費に優れた BMW132N エンジンを搭載した長距離偵察型が P 型で、それぞれ E。 買い方の後継機として開発され、スペイン内戦に派遣された。ただ、ド17シリーズの中でも優秀な Z 型が生産を控えていたため少数生産にとどまっている。防御力重視などのために、コクピット部分を改良した試作機が S 型である。特に上下に大きく膨らんだデザインは拡張性が高くこの後の機種にも受け継がれた。 防御用の機銃といが追加され3機が製作された。夕方は爆撃機体を誘導する先導爆撃機型で大きくなったコックピットにはいに加え通信紙を搭乗させている。少数だが生産された。ド17の主力型で最終型である Z 型の輸出型として1939年から生産されたシリーズで全部で101機生産された。 高性能の液冷式の千馬力、ダイムラーベンツ DB601 エンジンを搭載し、それに合わせて、正面面積の狭い形状にエンジンナセルを変更したため、空力的に洗練されたこともあり、と 17Z より高性能の機体となった。そのこともあり予定されていたスウェーデンへの輸出は中止され、ドイツ国内向けに改造されて使用された。生産時の形式は A-1 で、 国内向けの改造を施された時に B-1、B-2 の形式を与えられた。またカメラを搭載した写真偵察型も作成され B-4 型と呼ばれた。ソ連に2機が輸出され B-3 の形式番号が与えられた。B-5 型は野戦型に改造されカウツ3と呼ばれた後日。1940年。 イギリス空軍の夜間爆撃に対抗するため、夜間戦闘機がド 17Z 型をベースとして応急処置として開発された。Z-6 型、Z-10 型の2機種が開発され、両方ともに袋を意味するカウツと呼ばれた。Z-6 型はカウツアイと呼ばれ、Z-3 系をベースと式種を 188C のものに換装している。 その部分に 20mmmGFF 機関砲1門と3丁の7 9 2 m m、MM、m g 1 7機関銃を増設。それに加えコックピット全部風防にシュパナーと呼ばれる赤外線暗視装置の一種が装備されていた。Z-10 型はカウツ2と呼ばれ、7.92mmmGFF 機,、MM、機関砲を それぞれ4丁ずつ搭載した武装強化型である。シュパナーが当初想定した照射機と探知機の2機運用に問題があたため、赤外線サーチライトが装備されていた9機が製作され、サーチライト照射や地上の警戒レーダーの誘導による夜間戦闘を行い、後年の本格的な夜間戦闘への道を開いた。ド2 1 5の B-5 型は、 ド215の優れた性能を見込んで、野戦型として20機ほどを製作され、カウツ3と呼ばれた。Z-6 と同様に機種は1 8 8 c のものになっている。1941年に完成されたリヒテンシュタインレーダーを搭載し、ドイツ軍発のレーダー搭載や艦戦闘機となり、大きな戦果を上げている。ドルニエド 17Z-2、楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。